いすみチャンネル、皆さんこんにちは。今回も都知事選に関連してであります。今回はいわゆる選挙のやり方といいますか、各陣営ごとの特徴というものも含めて自分なりの感想もお伝えしていきたいと思います。総論部分でも話をしましたけども、今回の選挙の一番ベースになるのは現職が出てるってことなんですよ。現職、2期8年の現職が出て、それに対して挑戦するっていう選挙です。で、もう一つ押さえておくべきは、1人だけ選ばれる選挙ですから、結局は当選するのは1人だけなんですね。で、これ当たり前のことのようにすごく重要なことで、現職が出ている以上、たった1人が通られない以上、現職に勝たないと当選できないわけですから、そうなってくると、選挙戦略、戦術でもいろいろおのずから他の選挙が違ってくると思います。現職からすると、簡単に言えば、守りきればいいんですから、攻めの選挙と守りの選挙は全然別問題です。例えば私の場合も明石市長の一番最初の選挙はほぼ全政党が応援した強いと言われた、盤石と言われた候補に対して私が後から立候補して一騎打ちをして、その結果69票差の僅差で私が当選するわけですけど、あの時の最大のポイントは何かというと一騎打ちです。私が一番気を使ったのは、私以外に別の有力候補が出ないことに気を使いました。実際上、今だから言ってもいいと思いますけど、出ようとした方がいましたが、その方を必死に説得をし話もした結果、出るのを踏みとどまっていただき、私が対抗馬として一人出る形の一騎打ちに持ち込めたのは実はすごく大きくて、その時に割れてれば当然一騎打ちで69票差ですから、それはもう逆に言うともう一人有力候補が出てれば私は通っていないんであって、一騎打ちに持ち込んだことによって可能性が出てきた。で、それあとはその後はもう勢いつけた選挙したわけですけども、もちろん選挙公約としては、子どもというキーワードで中学校給食の問題であるとか、いろいろお伝えもしてきた状況でしたから、それもちろん自分なりにはやりましたけども、ポイントは、一騎打ちだったんですよ。ところが私2期目の時はなかなかその市長になった後ドラスティックな改革をしましたが、市民の評価というものは後からついてくる形で、また4年目の時は強くなかったので、正直自分の中では1期目より票を減らすことは自分の中では当然分かっていました。なので選挙戦略としての最も重要なのは、私に対して挑戦している方を2つに割ることです。私以外に有力候補が2人出れば勝ちでしたから、私はそこに精力を注いで、言葉あれですけど、ある意味選挙ですから、私以外に有力候補が2人出るような形に仕向けたという状況は本音であって、私の中では2人が立候補した瞬間に、私以外に2人が立候補表明した瞬間にも選挙は終わっていたと。負けようがない現職ですから、5割1回目は私は5割を超えて僅差一騎打ちですから 5割ちょっともうほんの僅差で勝ったわけですけど、2回目も落ちる分かってましたから、当然得票率が40数%になると分かってましたから、とすると自分が40数%になってしまう以上、相手が一騎打ちされてしまうと5割超える可能性も出てきますから、まずいんです。なので相手を2つに割ってしまうと4割取っとけば、相手が割れさえすれば大体4割と相手が3割3割に割れば4割で勝てますから、4割取っとけば勝てる選挙になりますので、大体その通りになりました。そういう意味ではやっぱり大きなところの構図は極めて重要であって、今回の場合にはある意味現職が守りの選挙をする以上、4割をキープして相手が割れてくれるのを待つという状況だと思います。あとは勢いをつけさせないという形ですから、小池さんとしては公開討論会にはあまり出ない、街頭にも出ない、そもそも選挙の告示日の第一声もあえてしなかったと思う。あれも当然第一声をすると各陣営の第一声でだーっとテレビが報道しますけど、現職が第一声をしないと報道がしにくくなってしまうので、ある意味選挙の報道が減るということになりますから、当然偶然ではなくてそれ分かった上でやったのは当然そうです。私がもしその立場でもそうします。現職が守りの選挙をするんだったら、できる限り選挙が盛り上がらないようにしてですね、ある意味、公務に専念する形を取りながら、公務という理由でマスコミに報道してもらうということをするのは当然そうすると思いますから、それはいわゆる別ですよ。当然その立場においてはそうするのはある意味自然なことですから、まさにその通り小池さんは選挙より公務を優先といい、第一声もせず街頭演説も最初は八丈島から行くという形のメッセージを出す。逆にそのことによって、ある意味選挙を、ある意味盛り上げないようにするという形を取ったと思います。私自身は多分そうすると思っていたので、また逆に意外なぐらい後半に街頭演説なさったので、私はもう街頭演説しないんじゃないかとぐらい思っていて、もう公務に専念しますと言って最後まで街頭演説しない可能性もあると正直思っていたぐらいなんで、私からすると、最初の八丈島、その後後半部分に、夕方に街頭演説したあたりはむしろ明日なんだって感じの印象でした。まあそういう意味では、まさに守りの選挙を最後までやり通したという感じで、予定通りの 42% ですから、ある意味現職としてはもう固い選挙をしたと思います。あとは政党色を薄める形で、自民党や公明党などからの推薦を取らないということです。それはある意味無党派の多い東京であれば、政党色を出したプラスよりも、出さないプラスの方が高いですから、当然対外的には政党色がありませんというふうに言うのが当然選挙としてはそうだと思います。ただ実質的には組織に対しては動いてもらった方がありがたいわけですから、そういう意味では表に出ない形で実際の組織の締め付けといいますか、やってきたと思います。実際に私も街頭演説の現場行っても、小池さんの陣営でビラ巻いてる T シャツ着てるスタッフはほとんどが自民党や公明党の議員さんでしたから、ほとんどが言い過ぎかな、かなりがそうでしたから、それはそうなんです。実際上は政党がやってるんだけど、政党がやっていないかのようにも見せるという形であって、そこはお上手ですし、選挙分かってるなという感じはしました。で多分蓮舫さんの選挙に関しては本当に私からすると、特に石丸さんと比べたときに、石丸さんからいきますけど、石丸さんは本当にある意味イメージ選挙に徹した状況で、政策よりイメージと、ここにも言っておられますけど、そういう意味ではもう完全イメージ選挙、そして全国から人に集まっていただいて、その方々の熱烈な支持者が動画を撮ったり拡散する状況、全国に発信し、全国からまた東京に戻ってくるイメージの中で東京の有権者が動いていくという構図を作られたと思います。非常にある意味戦略的、組織的に動画の拡散もしておられましたから、言葉選ばなきませんけど、作られた熱狂というか、ある意味組織的に作っていった盛り上がりだと思います。でもそれも大事なことですから、偶然ではなくて盛り上がりというものをいかに演出するか、盛り上がっているかのようにどう見せるかってあたりが大きくて、結局動画だけ見ている方はすごい盛り上がってるというふうに多分思うと思うんです。私は街頭演説の現場も行ってましたから、盛り上がってないとは言いませんよ。でも実際上は動画に映ってる映像の外側は冷めている状況でしたから、実際上の石丸さんの選挙は盛り上がっているわけじゃなかったと思います、正直。例えば比べたりですけど、例えば、かつてのれいわ新選組の山本太郎さんがいきなりさっそうとれいわ新選組を創設した時なんかの熱狂はもう道行くとどんどん止まっていく状況で、どんどん人が溜まっていく状況でした。石丸さんはたまらないです。単に追っかけがいるだけですから、そこから別に演説の途中に増えるわけじゃない、あんまりなくてですね、そういう意味での実際以上そんな熱狂とか盛り上がってたかというと、冷めたりはしますけど、一種作られた熱狂で動画で拡散によってあたかもすごく盛り上がってるかのような感を呈する形を見せるのが上手だったというのは正直なところで、イメージ選挙に徹して、イメージをどのように見せるかという形がある意味プロだったなという感じはします。そういう意味では本当に優秀な YouTuber という感じはしました。それに対して蓮舫さんは小池さんに引っ張られたせいかもしれませんけど、街頭演説の回数も多いとは言い難い状況でしたから、でもやっぱ挑戦者としては、もっとですね、街頭演説だけではありませんけど、もっと何らかの形の、動きというものは必要だったと私は思っているので、かなり抑制的な選挙活動だったなという印象は強く持っています。で、蓮舫さんも、最後の私も最終日も行きましたし、4回街頭演説行きましたけども、当然人が集まっていますけど、当然、広い東京ですし、当然一定数コアな、支援者はいますから、しかも回数も少ない以上、その夕方の街頭演説目指して人が集まるのはある意味自然な話であって、そこに人がたくさん集まっているからといってじゃあ盛り上がってるかというと別問題で、やっぱりね、道行く人が立ち止まらないなというのをすごく感じてましたから、冷めた目で見られてるなというのを感じてました。あとはベン氏が、蓮舫さんの場合には、立憲民主党の元総理の野田さんとか、元代表の枝野さんとか、まあ、あとは共産党の方がマイクを握っておられましたので、政党色の極めて強い方々が応援弁償しておられたので、まあ、無党派層からするとどう見えるかについては、政党色の強い方がマイクを握らなくても一定程度、まあ、立憲とか社民とか、共産党の方々は多分蓮舫さんに入れるでしょうから、まあ、それよりは無党派層とか、できれば保守層の一部も応援いただくような形を取らないと、当選という意味においては、まあ、しんどいのになとは思っていた感じでしょうか。いうことですね。で、あとはまあ田母神さんはまあある意味今手弁当的な形でもうやっておられたというのが出てきましたけども、ただまあご本人も当選ということを考えたわけではないでしょうから、まあ、ただまあ言うべきことを言うという形の選挙活動だったと思います。で、安野さんも、ご本人も言ってたように、当選の可能性はゼロではないけど限りなく低いと本人もおっしゃったように、まあ、当然本人今回当選と思ってはやれて自分のメッセージ性をしっかり伝えたいという形だったと思うので、オーソドックスな、まあ、選挙をしながら加えてまさにネットを使った、双方向型の、まあ、政策のバージョンアップを図ろうとしておられたと思います。それは新しい手法であって、私もそこは期待をしている立場です。まあ、以上です。泉チャンネル質問です。小池さんの街頭演説に、実際には自民党公明党の人らがビラ配ってたりとか、蓮舫さんの演説に立憲の代表が、立憲共産いましたね、とかっていうので、党の姿がちらほらと見えてくるんですけども、休眠内閣を立ち上げようと考えている泉さんにとって、今回の結果とか、戦略とかそのあたりってどのように捉えてるというか、どのような影響があるかなとかあったりしますか？そこも難しいんですけど、やっぱりその国政選挙とやっぱり地方の首長、東京都知事っていうのは、ある意味大変大きな存在で国政に影響大きいけども、そうは言っても地方自治のトップを選ぶ選挙ですから、そことの政党色の問題って悩ましくて、やっぱりトップを一人選ぶ場合には、暮らしてるものからすると生活そのものですから自分たちの生活どうなるかってあたりの判断が強いので、そこは、ある意味、国政とはちょっと違う面があります。で、国政は何やかんやでも政党選挙的な色が強いので、政党色が出る、ないしは一定の集団を作らないと総理は取れませんから、そこはだいぶ違うかなと思いますので、ちょっと一緒にしにくいかな。で、今回の都知事選が国政にどう影響を与えるかって、議論も始まってますけども、私からすると、そこまであまり直接的な影響があるわけではなくて、東京都知事選は東京都知事選というぐらいの整理ですね、私の中では。はい、もう一つ、使うかちょっと分かんないですけども、戦略とか政策とかこれだけ明確に分析している泉さんだったら、自分が出たら勝てたかもなというか、そういった脚本とか書けたかなっていう思いはありますか？もうたらればですけども、その質問なら答えますけど、私が東京都知事に仮に出ていっても勝ててません、絶対に。で、今回は、現職の小池さんに対する実績評価がベースの選挙で、小池さんは後半だけとも言えますけども、最後の段階で子育て支援一気にやりましたから、舵切って、やっぱそこはリアリティが強かったので、子育て層についての、小池さんの支持が高くて、実際を今回見ても女性の比率が極めて高いわけです。それは結局今の日本の場合、子育てに関心のある男性もいますけど少ない中で、特にリアリティになる、生活リアリティになる、性別でいう女性の方が、小池さんありがとう、小池さん引き続きやってと思うのは自然なことであって、私も当然そう思ってましたから、小池さんが強いのは当然分かっていたので、強い小池さんに勝つためには、前もお伝えしましたけど、小池さんに大きな大失敗が直前にでも何かあり、それこそかつてあった排除します発言みたいな、排除します発言に匹敵するぐらいの何か大失点を小池さんがやらかし、それに対抗するものが一本化されて完全一騎打ちに持ち込み、そして、大きなブームですね、が起こせてこそなので、それはなかなかもうどれもこれもなかなか悩ましい、難しい確率のテーマでしたから、そこは難しかったと思います。で、私なんかの場合には、もちろん学生時代とか、テレビ局時代も東京で暮らしていますけど、東京の生まれ育ちでもなく、今も当然明石市長をやって明石に暮らしてる立場ですから、そこはもうそもそも的な選択肢としてはないという判断はしていました。わかりました。ありがとうございます。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。